はいどうも、かがやんです。さあみんな、学校や仕事は終わったかい？家事や洗濯も終わらせたかい？宿題は終わったかい？会議の資料は作ったかい？パワーポイント間違いないかい？数値チェックは忘れずにね。さあここからは遊ぶ時間だ。はいどうも、かがやんです。今日は前回のゴーストドライバーの音声を聞いて遊ぶっていうところの続きで、今回は仮面ライダー4号ゴーストアイコン、ディープスペクターと無限魂、ダークゴースト、ナポレオン魂とダーウィン魂で、音声が良ければ評価とコメントなりなんなり気軽にしてください。ではまずディープスペクター見てみましょうか。まあ懐かしい人もいるんじゃないですかね。まあ今動画でいつでも見れるから、まあ懐かしいもクソもないのかもしれないですけど、まあ、僕はちょっと懐かしいですね。裏がこんな感じです。ディープスラッシャーなんか持ってない。サングラスラッシャー持ってるけど、ディープスラッシャーちょっと持ってない。まあ限界大海岸、激光スペクター、デッドゴー、激怒、ギリギリゴースト、逃走暴走、怒りのソウル。ちょっと僕も忘れてるんで音声切って、まずはこの状態で音楽、音を聞いていきましょう。ディープスペクター。まずはこの状態で。これ俺のスマホのマイクで伝わるかな？結構音でかいです。それでは入れてみます。なんか音が割れてるような感じがします。こんなんだったかな。さあ次は無限魂です。パッケージの裏がこんな感じ。ゴーストアイコンが発光、無限555555555ゴースト、超海岸、タケルの音声も入ってます。あーなんか入ってたかもしれない。で再びトリガー操作で7つの技、怒りスラッシュ、悲しみブレイク、喜びストリーム、楽しいストライク、トリガー、まあ行って、まあやってみましょう。無限魂がこんな感じ。無限魂最後にやると思ったでしょ。最後にしようが、真ん中でやろうが、最初にやろうが、どうせ多分みんな見てる人、こんなピーってこう飛ばすんでしょ。こうやってピーって見たいとこだけ。あ、もうどっからやっても一緒なんで、あ、はい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 。無限ゴーストがこんな感じ。こんな感じです。では押してみます。こんなこと言ってたんですね。巨人軍は永遠に不滅ですわみたいな感じのこと言ってるね。命燃やすぜもちゃんと言ってましたね。では入れてみたいと思います。素晴らしい。バッチリみな、なんか思い出してきた。バッチリみな。ゴースト無限魂に変身しました。再びトリガー操作で7つの技見てみましょう。大海岸
これで7種類全部出たと思います。やっぱ最強フォームのアイコンだけあってボリュームがありますね。主人公タケルの天空寺タケルの声が入ってるっていうのもポイントが高いですね。では次は劇場版のデラックスダークゴースト&ナポレオン&ダーウィンゴーストアイコンセットで行ってみたいと思います。裏はこんな感じで、ダークライダー闇の力悪い奴ら、ナポレオン起こせ革命それが宿命、ダーウィン議論結論シエンカロン、行ってみたいと思います。まずはダークゴーストから。結構かっこいいですね。次はナポレオンで行ってみたいと思います。起こせ革命それが宿命。さあ次はダーウィンです。議論結論進化論のダーウィンでした。はい、次はデラックス仮面ライダー4号ゴーストアイコンで行ってみたいと思います。4号ゴーストアイコンはこんな感じで、平成ライダー新たな個性これが平成、仮面ライダー相棒はバイク必殺技はキックで、角度によって絵柄が変化、反転してボタンを押して発光。まあとりあえずやってみましょう。こんな感じでライダーになったり45っていう文字がこう角度によって絵柄が浮き出てきます。で反転して反対にすると見えるかな、1号ライダーが出てきます。こんな感じで、で両方差し込めるようになってますね。こんな感じでボタンを押すと3色に点滅発光をします。で連打すると緑になって、こっちを連打すると赤になる、両方押すと黄色になって、まあ3色にまた発光するって感じですね。音は特に一切なりません。では変身してみましょう。まずは1号から。お、なんか1号でやったつもりが平成ライダーになっちゃいましたね。大海岸平成ライダーオメガトライブ。じゃあこっちが1号かな。相棒はバイク必殺はキックでしたね。で今回おまけでライダーアイコンもちょっとしかないけど、ガイムとフォーゼとドライブがあるのでちょっとおまけで流してみたいと思います。まずはガイム。
懐かしい。オレンジバカな、そんなバナナって言ってましたね。ではフォーゼ行ってみたいと思います。アストロスイッチの音がいいね。次はドライブで最後になります。さあどんな音をするか。ああ、タイヤ交換ね、懐かしいな。ちょっとやっぱりもう一回いろいろベルトを出して動画撮りたいな。今回はこれでゴーストドライバーのアイコンの音声は終わりにしたいと思います。やっぱりね、こう昔のおもちゃを出してね、もう一度引っ張り出して遊ぶっていうのもね、結構楽しいんでね。まあみんな普通に家でやってるかもしれないですけど、まあ僕はちょっと全然やってなかったんで、本当に何年かぶりかで出して子供用とかで買ってて、まあ昔子供と一緒に遊んでたりとかして、だんだんこうお父さんがハマっちゃって仮面ライダー楽しくなっちゃって、子供はもうとっくに卒業してみたいな感じなんだけど、まあ自分がハマっちゃってずーっと買い続けてるっていうのが、まあ今も続いてて、セイバーあたりからちょっと買うのやめたんだけど、まあ、今回この動画撮るにあたってちょっとリバイスドライバーもちょっと買ってみようかななんて思ってます。またどんどん昔の古いドライバーも出して動画ちょっと撮っていこうかなと思ってるんで、まあ気になる人はまあチャンネル登録なりして動画アップしたら、あー、あいつまたなんかやってんなーぐらいな感じで、まあちょっと時間があったら見てください。以上になります。では。